はい。おはようございます。榎本隆です。今日もライブ配信始めていきたいと思います。えー、集客万歳ということでですね、えー、飲食店の集客の話を、えー、3分から5分ぐらいで、えー、まとめて、えー、毎日話をしています。で、えー、っとですね、今、えー、店頭の整備の話をしてますね。あの、飲食店やっていると、店頭で、ね、まあ、店内から店頭を見ていると、 お客様が店頭にあるポスターとかをこうよく見てですね、えー、見ながら少し立ち止まって最終的に入らないっていうことがたくさん起こっていると思います。でまあ、もちろん、ね、100%にすることはすごく無理なことだと思いますけども、いかにその立ち止まったお客様が入ってくれるのかっていうことをね、 えー、突き詰めていきたいといいいとう話もしてますねでいかにその、えー、新規のお客様を集めるっていうのは、えー、コストがかかるんですけどもでもいつも店の前を、まあ、歩きでもね車でもいいんですけどもその毎日通っているけれどもまだ入ったことないお客様を取り込むっていうのが一番お金のからない新規集客になりますので、まあ、今日はねその中でも歩いている人が店の前で立ち止まって え、そのメニュー、ポスターを見たんだけども入らないっていうこと。まあ、その、なんでお客様がお店の中に入ってこなかったのかっていうことを考えていきたいと思うんですよね。で、まず、その、入りたいと思わせる、う、前に、入るの怖い、入るのやめようっていうふうに思わせてしまう、そのマイナスの部分っていうのを取り除いていきたいというふうに思うんですね。で、そのこと、昨日は、何の話をしたかっていうと、店頭に、 いくら払えば出てこれるのか、いくら持っていれば入っても大丈夫なのかっていうことをちゃんとお客様に教えてあげるっていうことを話しました。でちゃんと店頭にメニュー表を置いたりとか、あるいはそのお店の業態にもよりますけども、サービス料だったりとか、あとはテーブルチャージだったりとか、 お通しだったりとかっていうものがいくらかかるのか。最終的にいくら払えば出てこれるのかっていうのをちゃんと明確にするっていうことを昨日はお話ししました。で、今日はさらに言うと、現金以外に何が使えるのかっていうのをはっきりと表示するっていうことですね。で、まあ不安を下げるということで,で、まあ、でもまあ、例えばそのクレジットカードは使えませんとか、え、ー わざわざそれをね、使えないものを書く必要はないとは思いますけども、でもしっかりと現金以外に使えるもの、まあ、クレジットカードであったりとか、まあ、あるいはスイカとかの,その電子マネーですよねで。電子マネーが使えるか、どの種類の電子マネーが使えるか、あるいはその LINEPay とか PayPay などの,そのバーコード決済が何が使えるのか、あとは他にもいろいろあるんですよね。その ジェフのグルメカードの商品券が使えるのかとかですね、まあ、他にも、ね、その地域のカセガの商店街の商品券が使えるのかとか、いろいろなことがあると思うので、やっぱり、ね、そのお金のことっていうのは、すごくお客様にとって心理的なハードル、高い心理的なハードルになるので、そこの現金以外に 何が使えるのかっていうのを分かりやすく明確に表示してあげるとそこのお客様の不安や恐れっていうもののハードルが下がってきますのでぜひそこを整備していただければというふうに思います。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。毎日やってます集客万歳というわけで榎本隆之がお送りいたしました。 で、えっ、ー、と、バックナンバーは全部、えっ、ー、とですね、YouTube に、えー、アップしていますので、最初から見たい方がいたら、ぜひ、YouTube も見ていただければというふうに思います。それでは、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。